東トルキスタンは中央アジアのトゥルクカと共に生まれた歴史的な地域名称であり、トゥルク人の土地を意味するペルシャ語表現に由来するトルキスタンの東部地域にあたり、主として現在の新疆ウイグル自治区一帯を指す歴史地理的な概念。面積は1828,418 18平方キロメートル。シナトルキスタン、シナ、トルキスタン、シナトルキスタン。 中国領トルキスタンなどとも称される、トルキスタンに含まれる国家、地域を囲った地図。区切られたうち、右部分が、東トルキスタン19世紀後半、ロシア帝国がカザフ草原から高換土半国に侵攻し、1867年に、タシュケントにトルキスタン総特府を設置し、東は、天山山脈西部とパミール高原、西は、カスピ海島岸、南は、 イラン・アフガニスタン国境まで支配領域を拡大し、ロシア領トルキスタンが成立すると、新朝の新疆は東トルキスタン、アフガニスタン北部はアフガントルキスタンと呼ばれるようになった。中華民国は1912年からこの地を新疆省とし、中華人民共和国は国境内戦の延長で1949年にチベットや新教に人民解放軍を侵攻させ、 力で少数民族地区を併合し、共産党統地内に組み込み、1955年に、新疆ウイグル自治区を成立させた。カザフ、キルギス、タジクの各共和国、パキスタン、インド、カシミール、チベット、モンゴル、中国本土に接している。新疆ウイグル自治区チリも、山椒東トルキスタンには、アルタイ山脈、天山山脈、 クンルン山脈といった標高の高い山脈があり、中心部と東部は砂漠に覆われ、タクラマカン砂漠の面積は約50万平方キロメートルである。タリム川、イギ川、イルティシュ川、マナス川、ウルングル川、カラシャフル川などの主要河川、二つの大きな湖、サイラム湖とボグダ湖がある。歴史的に重要な都市に、カシュガル、ホータン、ヤルカンド、アクス、クチャ、 ウシトゥルファンがあり、アルトゥシャフルと呼ばれる。東トルキスタンの住民の約45%はウイグル族が占めているが、他にも、漢族、カザフ族、海族、モンゴル族、マン族など多くの民族が居住している。特に、中華人民共和国成立以後は、漢族の流入が著しい。北西部には、漢族と海族が多く、南西部にウイグル族が多い。 タリム盆地の都市シルクロードと東トルキスタンジャハーンギール法者との中国の戦い。第一トートルキスタン共和国カシュガルシ周辺。第二トートルキスタン共和国グルジャシ周辺。ウイグル人歴史及び新疆省も参照東トルキスタンには古くはインドヨーロッパ語族の言葉を話す人が居住していた。タリム盆地のあたりには古くはソロク、キジ、エンキ。 交渉、ローランなどの都市国家が交易により栄えたが、しばしば遊牧国家の月子や強度などの影響下に入った。前漢の武帝の時代に強度が衰えると、次は前漢に服属し、以後は北方の遊牧国家と東方の諸帝国の勢力争いの狭間で何度か創主が入れ替わった。タリム盆地の都市国家軍は7世紀ぐらいまでは存続し、以後は 数百年かけて徐々に衰退していった。一方、タリム盆地の北に位置し、モンゴル高原の南西にある、ジュンガル盆地には、古来より遊牧民族が暮らしており、主に、モンゴル高原を支配する遊牧国家の勢力圏となっていた。しかし、特決の支配時代に、トュルク系民族集団の鉄緑の中からウイグルが台頭し、8世紀には特決を滅ぼした。 この時期のウイグルは、タリム盆地、ジュンガル盆地、モンゴル高原など広大な領域を勢力圏とし、多くの部族を従えたため、ウイグルカガン国と呼ばれている。ウイグルの影響力は絶大であり、安氏の乱闘ではしばしば、党を助け、婚姻関係を結ぶなど関係を深めた。ウイグルカガン国は840年に崩壊する。 これによって、モンゴル高原より逃亡したウイグル人は、天山山脈北陸に、天山ウイグル王国を建国し、同時期に別のテュルク系民族が、タリム盆地にカラハンチョウを起こした。この結果、東トルキスタンの住民は、次第にテュルク化に向かい、カラハンチョウがイスラム教に改修すると、イスラム化が進んだ。カラハンは後に東西に分裂し、東から 班長は金に破れて聖戦してきた、両の皇族や立大石率いるキッタン族によって十二世紀に滅ぼされた。彼らキッタン族がトルキスタンに建てた王朝は、カラーキタイまたは聖領などと呼ばれている。カラーキタイは、さらなる勢力拡大を目差し、西トルキスタンに拡挙していた西から、班長を攻撃して、服属させるとともに、その援軍として現れたセルジューク朝の軍に、 対象して中央アジアでの派遣を確立した。この結果、天山ウイグル王国やホラズムシャー朝を影響下に置くこととなった。13世紀に入るとモンゴル高原を統一したチンギス藩率いるモンゴル帝国が強大化し始めた。この頃になるとカラキタイがホラズムシャー朝の勃興により相対的に弱体化していたため、天山ウイグル王国はいち早く、 モンゴルに服属し、その場を受けとして、モンゴルの王族に準ずる待遇を得た。この判断は、結果的に正しいものとなり、まもなく中央アジアの全域が、モンゴルの勢力下に入ることとなる。その後、モンゴル帝国は、極東から東ヨーロッパに至る大帝国を建設したが、モンゴル帝国支配下の東トルキスタンを大きく分けると、天山ウイグル王国の領域のほか、 チンディスハンの大密語オゴデー系の領地と第二シチャガタイ系の領地に分かれていた。やがて、モンゴル帝国は王族艦隊率などによって徐々に解体へと向かうこととなるが、オゴデーの孫カイドは、モンゴル帝国の創始たる元のクビライに公然と反旗を翻し、帝国の解体に大きな影響を与えた。その後、モグーリース艦は、長らくモンゴル系領主の支配を受けた。 16世紀にウイグル人国家であるヤルカンドハンコクが成立したが、この支配者もチャガ隊系であった。ヤルカンドハンコクは、17世紀に北方からやってきたオイラト族のジュンガル部に滅ぼされた。ジュンガル、EN、ズンハーコニーとジョーンモドの戦い、従前武功、及び、清シ、ジュンガル戦争も参照さらに、18世紀半ば1757年9月に、 アマルサナーが破れ、ジュンガルは清により征服され、その支配下に入った。新朝の支配では、異議将軍統治下の会部として、半部の一部を構成することとなり、その土地は、ムスリムの土地を意味する、ホイセジェチェン、もしくは、新しい土地を意味するイチェジェチェンなどと呼ばれた。ヤク部べくの乱、編集、ヤク部べくの乱を、参照19世紀の後期、 西トルキスタンのフェルガナ盆地を支配していた、高官度藩国の軍人ヤクブベクの手によって一旦、東トルキスタンの大半が真から離脱する。しかし、間もなく、清は、金佐大臣の佐相党を派遣して、再征服に成功した。この時期になると列強が、積極的に、東アジアに進出してきており、清は、ヤクブベクの乱をきっかけに、 ロシア帝国との国境地帯にあたる東トルキスタンの支配を重視し、1884年に慎重な一並みの行政制度が敷かれることとなった。新京省も参照侵害革命によって清志が滅亡した際、東トルキスタンは入り地方の軍事政権、東部の新京省勢力圏などに分かれたが、やがて肝心勢力の新京省が入り地方を取り込んだ。この結果、 半分のうち民族政権が維持されていたチベットとモンゴルは手を携えて中国とは別個の国家であることを宣言したのに対し肝心可許官僚によって直接支配が維持された東トルキスタンは中華民国への合流を表明することとなったただし中華民国中央が軍閥による内戦状態にあったため新疆省は以後数十年にわたり事実上の独立国のような 状態であった。東トルキスタン共和国も参照1944年から1946年の東トルキスタン共和国をはじめ幾度かウイグル人主体の独立政権が試みられた。新疆ウイグル自治区歴史も参照1949年国境内戦を制して中華人民共和国を建国した中国共産党は新疆の接収を行うために 当力軍を派遣し、イリ政府との交渉を行った。毛沢東は、イリ政府に所管を送り、イリの首脳陣を、北京の政治協商会議に招いた。しかし、8月27日、北京に向かった3地域の11人のリーダーたち、アフメトジャン・カスイミ、アブドゥル・ギリム・アバサオフ、イスハクベグ・モノノフ、ラシ、デレギカンス・スグルバイオフライリ首脳陣の乗った飛行機は、 ソ連領内アルマトイで消息を絶った。首脳を失ったイリ政府は混乱に陥ったが、残されたイリ政府幹部のセープディンエズイズイが陸路で北京へ赴き政治協商会議に参加して共産党への服属を表明した。9月26日にはウルハンシャヒデラ新協商政府幹部も国民政府との関係を断ち共産党政府への服属を表明した。12月までに 中国人民解放軍が新疆全域に展開し、東トルキスタンは完全に中華人民共和国に統合された。ウイグル族とソ連領中央アジア出身者、モンゴル族やシベ族、海族で構成された東トルキスタン共和国軍を野戦大保軍に編入した人民解放軍に対抗して国民党側についたウイグル族のユルバースカーンは、 白系ロシア人と中国人ムスリムの軍を率いていた。1950年、以後で国民党勢力の残存していた地域へ侵攻して、これを制圧した。これによって新疆は中華人民共和国に帰属されることとなった。この地域の中華人民共和国による併合後、民族名称はウイグル族と公式に定められ、現在に至っている。1955年には、 新疆ウイグル自治区が設置されたが、実際の政治、政策は、北京の中国共産党政府の影響下にある、中国による核実験、編集詳細は、中国の核実験を参照中国は、1964年から1996年まで、ロプノルに建設した実験場で延べ46回、総爆発出力約20メガトンの核爆発を行った。 1964年10月16日、最初の実験で30メートルの高さで20キロトンの核分裂爆弾を地表爆発させ、1967年6月17日に最初の熱核爆弾の実験を行った。中国政府はこれまで46回に及ぶ核実験を行ったと公式発表しているが、実際は小規模の実験も含め、同時における 核実験は50回以上に及ぶと推定されている。放射能汚染による健康被害や農作物への影響が指摘されている。高田淳は広島大学原爆放射線医科学研究所時代に元広島市長平岡隆氏の率いる広島セミパラチンスクプロジェクトに参加し、星間さひの指導のもとで調査訪問時に得たデータから2002年8月以降の調査で 推定で中国が東トルキスタンで実施した各実験によって同時地区のウィッグル人を中心に19万人が急死し、急性放射線障害など健康被害者は129万人に上り、そのうち死産や休形などの退治への影響が3万5千人以上、白血病が3700人以上、甲状腺がんは1万3000人以上に達するとの結果が出たと述べた。 また高田は被害はシルクロード周辺を訪れた日本人観光客27万人にも及んでいる恐れがあり影響調査が必要であると述べている。高田は調査にあたり1996年までの中国の46回の同地区における核実験の爆発威力や放射線量、気象データや人口密度などを基礎データとした。高田によれば ローラン遺跡の近くで実施されたメガトン級の核爆発では、高エネルギーのガンマ線やベータ線、アルファ線などを放射する核の砂が大量に発生、東京都の136倍に相当する広範囲に及んだという。また、中国の核実験は核防護策が図んで、被災したウイグル人への医療ケアも施されずに、広島原爆被害の4倍を超える被害者を出しているとして、 人道的にもこれほどひどい例はない。中国政府の情報の隠蔽も加え国家犯罪に他ならないと批判した。ウルムチの病院の主要専門外科勤務だったウイグルジに医師アニワルトフティは調査するとウイグルジの悪性腫瘍発生率は中国の他の地域の肝心と比べ35%も高かった。肝心でも新疆ウイグル自治区に30年以上住んでいる人は 発生率がウイグル人と同程度に高かった。と述べ、実験のモルモットにされたウイグル人の生命、土地、資源が犠牲となってきたと訴えた。また、中国では被爆者が団体を作ることも抗議デモをすることも許されないし、国家から治療費も出ない。中国政府は核汚染はないと公言し、被害状況を隠蔽しているので、海外の援助支援団体も入れない。 原爆症患者が30年以上も放置されたままなのだとして中国政府の対応を批判している。核実験場は最も近い居住エリアから10キロしか離れていなかったとも指摘されている。中国による同地区核実験についてはイギリス BBC が1998年8月に隠し撮りによるドキュメンタリー死のシルクロードを報道し、この作品は 世界83カ国で放映されローリー・ペック賞を受賞している中国からの独立運動編集詳細は東トルキスタン独立運動を参照ありがとうございます